私とお父さんのトイレの電気の消し忘れがひどくて、最近自動で電気が入り切りするようになりました。ニコ生チャンネルのカハルです。今日はエスパス赤坂見つけ店さんにお邪魔しております。前回アラジンを打ってボロ負けをしましたが、皆さん見ていただけましたでしょうか。で今日はアラジンじゃないんですけど、ちょっと別のキスでリベンジをしようかなと思っております。でこの番組なんですけど、私小春が投資した枚数分プラスにすることができれば私と視聴者さんにプレゼントということで、最近暑くなってきたので涼しいものをお届けしようと思って、ベッドの冷感シーツを目標に実践していきたいと思います。私の出玉でね、私と視聴者さんに涼しさをお届けできるように実践頑張っていきますので、今日もぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日も朝一オス番長ゼロから実践していきたいと思います。よろしくお願いします。とりあえず朝一ゼロモードから期待度 50% あるので、まずここで当てられるかが朝一勝負の鍵。前回番長ゼロ打った時、別の店舗さんで打ったんですけど、その時ね、動画を見てくれてる方いらっしゃればいいなと思うんですけど、鉄拳制裁すらいかず、もういただきチャージライジングどころの騒ぎではなく、鉄拳制裁にもいかないっていう、ちょっと今回の目標は謙虚に鉄拳制裁。最近本当にね、投資がかさむことが多いから、今日はね、低投資である程度持ちコインを作りたい。ここから特訓かな。いきますね、特訓。58ゲームでゼロモードの特訓です。アクセリー、そろそろ8点かな。1トンで8点。ふぅ、カウルター、あ、チャンスアップする。もう一回、普通だね。3ゲーム目、チャンスアップしてるよ。いけ、いきました。ゼロモードで当たり、投資が3本、珍しく早い。でゼロモードの当たりはビッグの比率のが高いからビッグのはず。はい、よし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 、完璧。せい、80ゲーム投資3本でボーナスです。でここのゲージはゼロ図柄とか霊薬とかで溜まってくんで、どんどん引いていきたい。黄色で高額、ここノーマルパンダ。はい、くー、7図柄ゾロもなくボーナス終了です。がしかしここからまたゼロモードに入るので、また 50% でボーナス当選してくれる。これで後期、あ、はい、ミネイルカレー本前長期待度 50% 負けて、これがゼロモードの特訓。こういうね、できることからコツコツやっていかないとダメだから。8点、当たりましたね、よかった、かっこいい。はい、1本追加して投資4000円でボーナス70ゲームです。いいよ、ゼロモードが上手、押してる押してる、大丈夫。青なのど、
疑惑の緑、そこから7揃い降格、一応右は選ばれてる。黒ナビ大丈夫でしょう。でかいでかい、もらったもらった、コパンダかわいい。はい、行きましたね。 AT いただきロードです。かっこいい、このね突入ムービーめちゃめちゃ好き。色ってレベルがあって、青がレベル1かな、黄色とか行くとレベル2になります。これでもう突破。今日違う、今日いける、絶対いける、鉄拳制裁できる。はあ、ダメだ、2セットで終了。でこっからまたゼロズカラとか霊薬でいただきチャージを目指していく。あ、ゼロヶ岳行った。結構少ないポイントだったけどな。今ここボーナスの降格状態みたいな感じで、霊薬とかこのゼロズカラで色が変わるんですけど、色が変わるほどボーナスの期待度アップ。ここで赤行きたい。よしよしよし、赤まで行った。もう一回行けばレインボーになって覚醒する。行ったんじゃないかこれ。あ、味覚、これでボーナスまで行った。今日うまいな、パネル消えてる。とどろけドリーム流れてる。よいしょ、これで AT 中ボーナス。ひゃ、よし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 、バケ引いてない。前回バケ地獄だったから、もうビッグ引けるだけで嬉しい。はい、天才。間がいいわこの、あ、ごめんなさい。ごめんなさい本当に。で、まあ、1個ストップしてる状態なんで、ここで自力でいただきチャージ当てると、この1個ストック持ってる状態が次のストックでまた続くんで、ここで当てるのがすごい大事なんだけど、これでいただきチャージ、へい、黄色レベル2以上だ。待って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 、ここここよ、この台はここなの。ここうまくやらないとダメなんだよ、勝てないんだ。おい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 、ラスト、よし、これで2セット目。危なー、おい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 、ラスト、へい、終わった。いただきチャージ下手すぎんか、さっきまであんな調子乗ってたのに一瞬で終わっちゃう。いない、いけ、終わりましたね。朝一の AT は495枚で終了です。10トン以外に今んとこ強そうなのがないからな。はい、まだら弱いな。いやー、チャンスアップ1回もない、厳しい。これ奇跡だー、えいかー、ゼロモードする。今日1回もチャンス目も強手も引いてない。そういえば、あっつ、初めて出たね、お色検出チャンス目。あ、これ弁当って確定だった気がするけど、そうだ、強霊アー役オア本前兆だから、今これもう本前兆だ。ここの100の前半で当たってるんだ。それか弁当で解除したか、弁当で解除したら青7なんだけどな。激熱、ここから特訓、
めちゃめちゃがっつりガーター出すじゃん。あんな勢いよく投げてこんなことあるんだ。さきちゃん1回も投げてないし。当たりましたね。ギリギリ持ちコイン投資は絡まず4,293ゲームで直撃の弁当関係ないですよね。弁当関係ないですもんね。やった設定差あるとこだから直撃は。はい、いただきチャージ。鉄拳制裁行く。絶対絶対に行く。はいはい、 OK。 一回青縄持ってるし設定あっても良さそうな気がする。お互い初めてなの。セットで終了。惜しかった。色は最初から緑ある。大丈夫でしょう。さすがに。よしよし、これで赤。赤は 80% ある期待度。大丈夫。えい、今日対決ナイス。当たりました。 AT 中のボーナス。今日ちゃんとゼロ畑も当たってるし悪くない。本当に許す。初レギュラー AT 中結構行ってない。え、次行ったらいただきチャージ入る。何もなしにいただいてるけど、え、これ行くんじゃない。教授だよ。行くよね。行ったわ。1個ストックした。2個ストックするのかな。もう1個行ったら、あ、こっからゼロ型だけ入った。黄色スタート。いいよ緑。あ、一気に上がった。なんか優しいねこの番長ゼロ。私にすごい台に甘やかされてる感がすごい。はい、2回目の AT 中ボーナス。イエイ。え、勝った。だからレギュラーから赤7、赤7から青7みたいな感じで上がってくるんだと思う。今これね2戦目ここに出てる。初めて見た。何これ。いきますね。これで4戦目。いった。4戦で終わった。青7かな。だからでも背景赤い。青7だと思うな。ああ、違うんだ。青7だ。 AT 中は青7揃い。はい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 。燃えてたりするとチャンスなんだけど燃えてないね。もう一回青7外しちゃった。えい、初い。難しいこの30ゲームが。さあ551枚で終了ですね。また100の後半で煽り来てる。パンダ日本上陸。猛獣獣医、猛獣獣医は結構本戦以上の期待度が高かったはず。190ポイントからゼロモードの特訓来ないね。破天しちゃった。中対決
弱っ。やばい、チャンスアップない。あ、大丈夫大丈夫。せい、オッケー。ゼロモードでの創生持ちコインでボーナスです。あ、もときと突破。多分これで赤7かな。さっきこれ勝って青7だったんですよね。次行ったらどうなるんだろうね。次、あ、また着続きした。 6?6? ね、6だよね、これ。6だ、さすがに6、さすがに。え、どうしよう。え、嬉しい。だって3回中1回が普通にボーナスからで、あとの2回は直撃なんですよね。いただきチャージ。あー、高設定した弱。うわー、終わった。はい、直撃からの相手149枚で終了。番長こう列であって、後ろにも小さい列があるんですけど、小さい列の外角側、私も今これ外角に座ってるんですけど、外角側が回数ついてるんですよね。もうあのカードを抜きます。これ以上投資はしませんという意思をこの台に伝える。全然弱いわ。普通に負けた。これでゼロモードする。またこれゼロモードいる。ゼロモードのループ率設定差って、設定1で 12.5%、 6で 30% なんで、これも設定的にはすごいいい要素。期待の 50% いっとんだけど、頑張れ、いける、勝てるよ。いやー、すーぐ転ぶ。ノーチャンスアップ。なんでー。またこれでもループしてるかも。今ステージチェンジの時にビリビリがあったから。いや、こんなに感触良さそうなね台で負けるわけにはいかないんですよ。必ず私と視聴者さんにプレゼントしなければいけない。今日はそういう日と。追加投資です、ごめんなさい。カード出さないと諭してあげたい、あの時の自分に。なんか朝挨拶の時にも言ったんですけど、うちのトイレがね、自動でセンサーで電気がついたり勝手に消えるようになって、つくのはすごいいいんだけど、あの時間が経つと勝手に消えちゃうから、トイレで長引いた時に勝手に電気がパッて消えるんですよ。急に真っ暗になって、で真っ暗になった後はセンサーで反応するから、こうね、手をこうやってこう便器に座りながら、こうやって見えるかな、こうやってやるんですよ。こうやって、そうすると電気がまたパッてつくから、家のトイレで最近ね、これをやりながら、この動きをしながら何やってんだろうなって。光を呼び寄せる民族のダンスみたいに、当たりを呼び寄せる民族のダンスみたいに。ボーナス確定でございます。追加投資いたしまして、投資9本、607ゲームでボーナス当選です。一応天井恩恵が、ビッグ以上、いや、嘘、嘘じゃない、嘘じゃない、あ、そうだよね、そうだよね、あ、絶対ね、設定はいいんだって。びっくりした今。ちょっとリベンジするわ。
ここでのミスは絶対に許されない。お願いします。え、ここお願い。あ、ここうわ、もうあった。あーあー、ダメだ。対決そうせがジャスト1万円ですね。95ゲームです。また青だ、絶対上だ。1個でいいよ、1個でいいの。燃えてる、大丈夫。よし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 、できました。よかった、さすがにいった。久々のいただきロード4回目ですね、これで。あ、一角だ、これナイス。これで3セット目まで。え、行ったくない、これ行った。鉄拳制裁だ、やった。これがやりたかったんだよ、これがやりたくて番長ゼロ打ってたまである。はい、あー、ナビ出ちゃった。回答はあんま強くないね。頑張れ。まあ大体ね、こんなもんなんです。はい、324枚で終了です。やっぱ言うからね、直撃2回しました。青7これだけ引けてますって言っても、またまた出玉がね取れないと意味がないから、次の AT はちょっと1000枚目指す。もう鉄拳制裁はもう分かった、大体20ゲーム分かった、1回で分かった、まあ、薄々ね気づいてた、人の動画とかね。はい、当たりました。219ゲームボチコインですね。あー、初の通常時レギュラー、いけ。はあ、高設定所弱、これは5トンスタートだから5トンってことになるんですかね。予告、うわ、ないか。チャクソン、 OK、 いったでしょう。 OK、 大丈夫。いや、私ね、もう6だと思う。私レギュラーからですね、5回目の AT です。持ちコインで投資が1万円、絶対にすぐ終わらせない。いいよ、よしよしよし、これでストップ。いつも通り2セット終了です。押す、あ、強打だ。強打は大丈夫だったはず。よし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 、ちょっともう本当に強打引いたから、たー、いやごめんなさいね、本当に本当に本当にごめんなさい。申し訳なくなってきちゃった。赤押す、また強チェン。いいの、数こなせばいつか大きいのが来るから、ここ超えれば鉄拳制裁。はっ、たー、惜しい。30ゲーム終了、いかないか。あ、いたいたいた、緑、大丈夫、緑スタートば。ここで引くのはできるんだよな。あ、いったわ、これでボーナス確定。無駄引き、めちゃめちゃ引いてる、めちゃめちゃ引いてる。3ゲーム連続、かっこいい。はい、
ビッグがいい。よし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 。お、赤まで行った。ここ。た。よしよしよし、オッケー。よし、これでいただきちゃうです。ストック、いやー微妙か、頑張れ。あーガチで終わり。うわーもう、はい、696枚で終了です。冴えないグラフ。ちなみに昨日は4000枚出てます。絶対ね、台は悪くないから頑張ったら絶対答えてくれると思うんだよな。せっかく久々になんかタコ勝ちしてる映像をね皆さんにお見せできると思ったのに、負けてはないけども、こんなもんでたってダメなのよ。まさかの追加投資2枚目。いや、あのね、でも帰ってくると思う私は。なんか今までみたいにもう絶対取り返すとかそういうことじゃなくて、なんかあの絶対帰ってくる、希望に満ち溢れた追加投資だから、これはしょうがない。あと6ゲームで5点です。はい、当たりました。624ゲーム、乱れた天井です。投資が1万9000円ですね、ボーナス。じゃ天井なんでビッグ以上大丈夫。あ、 AT も確定した、よかった。初めて見れた、見たかった、自治会予告。これで終了で AT、 あ、緑ホールドまで、はい、43枚で終了。ここからいただきロードです。はい、あ、黒ナビ、あ、惜しい。くー、終わっちゃった。1ゲーム遅い。あ、文字あるで、レア役弁当なんだよ。これで2セット目いただきチャージ。今日ね、もう十何回とかやらせてもらってるけど、あの4セットいったの1回、鉄拳制裁をね1回しかやってないんです、私。よしよし、これで3セット目、あと1個で鉄拳制裁、レア役でもよし。ラスト、はあ、ダメか。こんなんばっか、3セットで終了です。許されない、絶対に許さない、絶対やってる。あー、6回目の AT は260枚で終了です。ほんか、あ、あるある、さすがにある。当たりました。ゼロモードでの当選、持ち込みに119ゲームで当選です。来た来た来た、これこれ、昇格。ここまで行って、あ、青七だったんだよな、さっき。絶対せ、さすがにね、青7は外せない。いいよ、これはチャンス目では、ナイスチャンス目。頭でいったら大丈夫なはず。なんかね、叩くと変わるみたいなんだよね。えい、あ、変わんない、止まって見えるわ。よいしょ、行きましたね。
青七からいただきロード7回目ですね今日。ようやくナイス強調だ。これで3セット目まで確定した。これで3セット目紫よし、いった4セット目鉄拳制裁クラッシュ今日2回目。もう鉄拳制裁してそれからまたライジング入れるまでが1セットなんだけど、もう鉄拳制裁入っただけで嬉しい。あの飼い鳴らされちゃってる。レイヤク、あー涙出ちゃった。しかも報酬も弱い。頑張れ、もう一回いけ。20ゲームきれいに4セットで終了ですね。頑張って貯めたポイントなんです。はあ、やだちょっともう本当に助けて助けて。卓球なら頑張れ。よし、 OK、 当たった。なんとか青で当たった。もう台に助けてもらってる感がすごい。ナイスビッグ。あ、いた。一応当たり目だ。あ、超新ポッポだ。はい、オッケー。はい、これでいただきチャージストップ。あ、引いたのではこれ、ゼロズから。あ、一角。よーし、黄色ストック持ってる状態でいただきチャージ。はあ、早いんだ本当にこの10ゲームが。えい、ナイスレア役。ダメかな、ダメだ。また3セット終了。お、また少ないポイントでいった。165で。もう一個、青か、頑張る、大丈夫、当てます。絶対に当てる。ここ当てなきゃ絶対に終わるから。一個しか上げられんかった。ローラースケートか。あ、星横があった。え、大丈夫だよね。よし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 、転んでる転んでる。オッケー、大丈夫。なんかやっぱね、設定いいと色関係なさそうな気がする。そんなに当たりましたね。 AT 中ポイントからボーナス。ビッグで、あー、まあまあまあ、あー、ビッグだった。おー、強敵ヒート赤七だけど、これで今熱海まで行った。はい、お、行った、赤まで育った。あ、なんか引いたでしょこれ。あ、チャーム引いた。これで到着した。はいはい、これでいただきチャージストップ。よし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 。え、弁当から全長入った。確か弁当からのいただきチャージってなんか恩恵があったような気がする。当選したら2以上。弁当からの当選はチャージ、いただきチャージのレベルが2以上だから、当たったらチャンスなんだけど。赤文字いったでしょこれ。え、正気ラスト
願い。行け、よし行った、ギリギリ白だけど黄色で発展、頼む。ベーゴマ以外卓球頑張れ、チャンスアップ次第で勝てる。本気出して、いやー弱い。あ、復活。1057枚で終了。一応本日最大獲得枚数で終了です。はい、実戦終了いたしました。今日は朝からオス番長ゼロを1日打ち切りまして、投資が19本で874枚で、回収が最後の AT 伸びてくれて1063枚でプラスの189枚で終わりましたっていう、あの久々に買ったんですけど、プレゼントできるほどプラスにできなかった。あと800枚ぐらい足りなかったのかな。最後の AT が、ね、伸びてくれなかったっていうのと、なんかもう本当になんか、ね、ダメでしたよね今日私ね。ちょっといただきチャージが本当に下手くそすぎて全然 AT 伸ばしきれなかったので、台自体は直撃2回あったりとか、あとは結構なんかそのゼロモードのループとか、特訓5トンでの AT 当選とかいい部分たくさん見れたんですけど、ちょっと私の引きがそれに伴わなかったので、やっぱり番長はね難しいなと思いました。私あの霊感シーツ欲しいんですよ、最近寝れないので。なので今度はねプレゼントできるように、実践頑張っていきたいと思いますので、よければあのニコ生チャンネルのチャンネル登録とこの動画のへの高評価ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。